小倉淳の47フォーカス。このコーナーでは47都道府県で活躍を続けておられます吉本住みます芸人の皆さん方の取り組みにフォーカスすることによりまして、地方創生を皆さんと考えたい、そんなコーナーです。ぜひお付き合いいただきたいと思います。スタジオコメンテーターは社会問題コメンテーターの林久美子さんです。よろしくお願いします。久しぶりじゃないですか。3ヶ月近くぶり。そのぐらいですよ。なんか最近忙しいらしいですね。まあぼちぼちでな。いやでもちょっと緊張してます。久しぶりだからどうしよう。緊張して足ブラブラしない。すいません。ちょっとあの変なこと言ったら注意してください。大丈夫です。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。さて今回フォーカスするのは大分県の取り組みでございますね。大分県の国東市の名物タコを使った宇宙タコ、覚えていらっしゃいますか。覚えてます。はい、サキさん。はい、はい、宇宙食を考案し、さらに世界一過酷な、砂漠マラソンに挑戦する大分県住みますランナーの爆走サキさんとリモートをつないでおります。サキさん、お元気ですか。はい、こんにちは、爆走サキです。お久しぶりです。お久しぶりです。いや、なんか久しぶりな感じですけども、お元気ですか。はい、元気いっぱいです。はい、ねえ、その後どうなんですか。はい、実はですね、私この宇宙タコを全国に広める機会を得るためにあるところへ行ってまいりました。はいはいはい、その様子を VTR にまとめてありますので、ぜひご覧ください。はい、拝見しましょう。今日は宇宙タコの販路拡大に挑戦したいと思います。ここは国東市役所でございます。私は今からあるところへ行ってまいります。では行ってきます。夏のうちでしたね。ねえ、そう、まだ新年。ではやってまいりました。活力創生課の大善さん、古谷さんです。今日はこの宇宙タコを国東市が行っている大分国東通販、そしてふるさと納税に掲載していただけるのかどうかご相談に参りました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいな、うん、いよいよ、はい、全部、はい、大分空港にあるの、はい、はい、大丈夫です。佐々木さん、やりました。おめでとうございます。やりました。すごい。いやいやいや、掲載決定おめでとうございます。ありがとうございます。いや、これ決め手とかあったんですか。なんか、はい、決め手はですね、こちらの宇宙タコの賞味期限、これまでは半年間だったのですが、ついに12ヶ月に1年間に伸ばすことができまして、それが大きな決め手となりました。いやね、そこがポイントだってね、前回もおっしゃってたじゃないですか。研究にも研究を重ねて、ようやく少しずつ賞味期限を伸ばすことができたので、この国東通販、そして国東市ふるさと納税に掲載が決まりました。おめでとうございます。ありがとうございます。味はそのままに賞味期限を伸ばすことができたっていうことなんですか。はい、そうなんです。すごい。これでも誰でもお願いすれば乗せてくれるってもんじゃないんでしょ。あ、そうですね、あの国東の産品であることが、うん、もうまず重要なポイントです。あ、なるほどね。素晴らしい。はい、ちなみにこの国東通販って他にどんなものを載ってんですか。はい、他にはですね、やっぱり国東市はタコが有名なので、はい、もうタコを使ったタコ飯の素だったり、タコキムチ、タコの唐揚げとか、はいはい、あと他にも生牡蠣、
海産物も多くて、もうたくさんいろいろなものが掲載されているんです。はい、いやでもこれ載せていただけるだけで全くこう今までと展望が変わってきますね。そうなんです、全国の皆様のもとへお届けすることができるので、でこれまでは大分空港のみ、大分来た方のみだったのですが、これからはどこにいらっしゃる方でもお届けいたします。ということは林さんも我々もこれ買えるんですね。はい、購入できます。もう今の段階で購入ができるんですか。はい、もうこちら国東市の通販サイト、はい、ホームページに掲載されていますので、はい、もうネットでポチッとしていただければ、はい、購入できます。ちなみにこれおいくらなんですか。はい、こちらはですね、大分空港ですと通常税込み1080円なんですが、こちらの国東通販サイトではなんと消費税サービスの3つで3000円、6個、はい、6個だと5000円という大変お買い得な価格、しかも今月3月31日までは送料も無料なんです。すごい、なんだろう、はい、なんだろう、今国東市の通販番組見てるみたいだった。国東よろしくお願いします。いやいや、いいじゃないですか、うん、はい、あいさん、そういえばこの間ね、出演していただいて、さきさんと話した時に、キャンプのご飯なんかどうなのって。そうそう、キャンプ飯としてもいいんじゃないかなと思ったんですけど、はい、そのあたりは何かありますか。はい、そちらもですね、着々とまた準備を進めておりまして、はい、また次回以降にお伝えできればなと思っております。あ、宇宙タコキャン、そうそう、タコキャンプタコキャンプ。いや、私思ったんですけど、はい、今のやっぱ災害とかへの備えってよく言われるじゃないですか。何がいつ来るか分かんないですか ね、うん、ね、で結構あの非常食なんかそれぞれのお宅で、はいはいはい、備えたりしてると思うんですけど、はい、賞味期限が1年あるということは、ね、でこうちょっとこう可愛いしパッケージも、うん、何かあった時にやっぱりこういう、はい、なんかこう癒される、はい、感じだし美味しいから、はいはい、なんかそういう災害非常食としても、はい、いいなとも思いました。そうですよね、はい、これでもさきさん、これでビールとかもいけちゃいますよね。そう、いけそう。そうなんです、おつまみにもなりますしもうタンパク源、ね、タンパク質がギュギュッと凝縮されてるので栄養もしっかり取ることができます、ね、いや楽しみだ。あとさっき映った瞬間飲みたいと思いましたね、私飲みたいみたいないや、これ早速ね、ホームページ拝見してポチッとさせていただきますんで、うん、はい、もう林さん10セットぐらい買っちゃいそうですから。本当だ本当だ、はいね、届いたら毎晩それつまみながら飲みます、ね、いいですね、はいはい、お願いします。嬉しいお話をいただきました、はい、で、はい、今日はなんかもう一つ VTR ご用意いただいたって聞きましたよ。はい、そうなんです、前回ですね、実は私が即応予備自衛官をしているというお話をさせていただきまして、なんとその訓練の様子をまた VTR にまとめてありますので、ぜひご覧ください。即応予備自衛官、すごいですね、はい、拝見しましょう、お願いします、はい、こんにちは、爆走席です。私は日頃この山と山の合間を走ったり歩いたりトレーニングをしているんですが、今日は普段なかなかお見せすることのできない私のもう一つの訓練をお見せしたいと思います。それでは行ってきます。お、到着しました。本格的ですね。実は私もともと自衛官だったわけではなくて、社会人になってから志願して訓練を受けて予備自衛官となり、そしてさらに訓練を受けて即応予備自衛官になりました。なれるんです。明るく強く仲良く、年間30日間、
一月ですよ。いやでもすごいですね。というわけで今日は BS 吉本初公開即応予備自衛官訓練の様子をお届けしてます。自衛隊体操では実証する、気をつけ風強い。自衛隊体操運動会用意準備。出たら撃つんだ。ドボンってあれなんですかね。こう上がってくるんですね。撃った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 宇宙だこれできたらいいの。今日は何だろう。戦闘糧食。戦闘食。本日はサバトマト煮です。いただきます。もっと簡単なもんかと思ったんですけどね。割と量も入ってるんですね。あの中に。感謝劇、ね、訓練終わりましたが、さきさん、あの迷惑かけてないですか、小隊長。いつも他の即応予備自衛官に負けないぐらい頑張ってます。ありがとうございます。すごい、はい、いつもニコニコ元気に頑張ってます。ありがとうございます、ね、これからも頑張ります。夜明け前、大変登山、結構大きいリュックしもんですね。でもさきさん、あのナーさんの訓練でも背負ってらっしゃいましたね。ああそうでしたね。夜明け前寒いんだろうな。女性の方も何人かいらっしゃるんですね。ね
せがすごいですよね。素晴らしい。カメラって言うとね、斜面って出ないんですよね。そう、あ、確かに確かに。きっと結構急なんだと思います、あの皆さんの、 ね、姿勢から見ると。あ、そうか、カメラだと分かりにくいですね。あんま見ない、分かんないですよ、斜面が。確かに。扇山山頂、すごい。わー、なんか綺麗ですね。綺麗だけど痛い。すごいな。さきさんだからいけんでしょうね。いや、本当そう思いますね。林さん、私も帰るってそんな朝早いの無理とか、ね、すごい、バディだ、すごい、もうええな。いやー、咲ちゃん素晴らしい。はい、ありがとうございます。今回は特別に即応予備自衛官訓練の様子を撮らせていただくことができました。これあんまり撮影とかはそう簡単に OK になんなそうですけどね。はい、普段はもう絶対 NG です。はー、すごい。じゃあ初、ね、BS 吉本初、 BS 吉本初出しですね。初公開です。皆さんのおかげじゃないですか。ありがとうございます。でも、はい、訓練大変そうじゃないですか。そうなんですよ。もう毎回周りの方に遅れないようにもう必死に食らいついています。でも砂漠マラソンに向けての私にとってのいいトレーニングにもなるので頑張っています。あれ、年間30日ってありましたよね、訓練が。それっていうのは、はい、30日ぶっ通しとかじゃなくて、毎月何日とかそういう感じになってるんですか？はい、そうなんです。毎月だいたい4日ほどの訓練をこなしていく形です。へ、ね、いわゆる泊まりの訓練なんですか？そうなんです。お山に行って泊まることもあります。はぁ、すごい。え、改めてこれどういうものかお話しいただけます？はい、即応予備自衛官というのは普段は一般人、社会人として生活をしながら訓練をして、有事の際、災害の際に常備だけでは足りないという時に招集されて一緒に活動するという役割があります。はい、それこそ東日本大震災とか、はい、今年の能登の、震災の時なんかにもね、出動された。あ、そうなんですか。はい、というふうに伺ってますね、即応予備自衛官の方が。はい、予備自衛官、即応予備自衛官、これ違いは何なんですか？はい、予備自衛官というのは年間5日間の訓練、そして有事の際、災害の際は後方支援といって後ろの方を守る役割があります。対して即応予備自衛官は年間30日間の訓練で、ガチ予備と呼ばれているんですが、有事の際、災害の際、もう常備の方と一緒に活動を前方でします。自衛隊って陸海空ってあるじゃないですか。はいはいはい、陸上自衛隊にだけあるんですよね、これはね。はい、今現在そうですね。そうなんですって。はい、これ誰でも応募すればなれるもんなんですか？はい、年齢制限はあるのですが、誰でも志願をして試験を受けて採用され訓練を受ければ予備自衛官、即応予備自衛官にもなれます。でもやっぱりこう普段から自分の体力を維持したり、まあ、鍛えたり、はい、まあ、心身ともにですね、やっぱこう強く健康じゃないといけないと思うと、はい、そうですよね。そうですね、でないと訓練にもついていけないことになるので、もう日頃から走ったり筋トレをしたりはしています。
あれ見てると林さんに無理ですよ、ね、小倉さんも無理ですよ。二人とも無理、私だけじゃなくて小倉さんも無理と思いますけど、逆に早紀さんだからできるんじゃないですか。あれそうですね、ちょっと最初は本当にカルチャーショックが多すぎて、自衛隊の言葉も全くわからなくて、戸惑うことばっかりだったんですけど、もう今はだいぶ慣れてきました。なんですか自衛隊の言葉って。なんですかね、こう時間とかを例えば1時集合っていう時に、次の集合あの丸人丸丸とか、なんかこう1を人とか0を丸とか。それはあのドラマで見た。そういうなんか聞き慣れない言葉がいっぱいあります。あれドラマでやってるだけじゃなくて本当に皆さんそうなんですか。本当にそうなんです。あの聞き間違えないように、あのそういうふうに言うそうです。へー、 だってあの射撃聞きされたでしょ、うん、はい。あれは本物です実弾です。はあ、今までも銃は撃ったことあるんですか。ないですなかなかないですよね。全くないです、はい、あそこで訓練で初めて触ったわけでしょ。訓練で初めて触りました。結構大きい銃でしたよ。そうなんです。なのでもう一番最初にこの小銃を持って実弾を撃った時はもう本当に怖くてもう震えてました。だってここがなんかちょっと熱くなってるんですかね。肩パッドみたいのつけてましたね。そうですね、あの防弾チョッキを着て構えますので、少しここに肩に厚みがあります。こうね、やっぱこうドンとなってましたもんね。はい、あれあの的はどのくらいの先にある、どのくらいの大きさのものなんですか。はい、ちょっと射距離は秘密で言えないんですが、もう、ま、的はもう本当にこうなんて言うんですかね、もうペンって感じです。あのこういう聞き方してあるんですけど、当たるもんですか。はい、そう、あだいぶ当たるようになってきました。すごいじゃないですか。はい、へえ。でなんかあの山登りも行ってましたけど、すいませんね、テレビカメラで撮ると山の斜面って急坂が映んないんですよ。あれ結構急坂ですよね。いや結構急坂で、もうあの四つん這いであの登った方が早いんじゃないかっていうぐらいなかなかな斜度があったんですよ。そうですよね。そう、あれ何時間ぐらいかけて登ってらっしゃるんですか。あの日は30分ぐらいで着きました。すごい。でもハードなんでしょうね、やっぱり、ね、だってあの、ね、リュック背負ってたでしょ、結構大きめの。はい、あれだって重いんでしょ。です、重たいですね。はでもさきさんは、はい、砂漠マラソンとかの時も、うん、備えてね、大きいリュック背負って走るっておっしゃってたから、はい、まあもういい、ね、いい練習になってます。なるほどな。へえ、あの即応予備自衛官っていう方は、はい、日本全国にもどのくらいの数いるんですか。あ、他にもたくさんいらっしゃって、全国で8000人いると言われています。なるほどな。ほんとすごいですよね。よくね、やっぱりこう自衛隊の方があのまあ災害の現場とかいろんな現場で、うん、あのまあ、一生懸命やってくださるじゃないですか。で、いつも本当にありがたいなと思ってそういうふうに思うけれど、じゃあ自分がそれをねやるか、やろうと思えるかっていうと、うん、やっぱりそこってかなりその一歩っていうのが難しいんだと思うんですね。ハードル高いですよ。で、他の仕事をされながら、はい、その訓練を受けて何か招集された時には行くわけじゃないですか。そうですよね。だから私やっぱ本当にさきさんっていうのは立派だなと思いますよね。これあのさきさん、改めて応募されたその動機みたいなのあるんですか。はい、はい、私はですね、大分県にある九十三という連山山を登山時にちょっと遭難しかけまして、その時にあの救難隊の方がヘリコプターで救助してくださったんですね、はい、でその時に本当にたくさんの方にお世話になっ
って今この命があるんだなっていうことを強く思って、私も誰かの役に立ちたい、立つぞと思って予備自衛官をまず志願しました。即応予備自衛官になるには普通の予備自衛官を経験してないとダメなんですね。そうですね、私はもともと自衛官ではないので、うん、予備自衛官法という訓練生の期間を経て予備自衛官となり、そこからさらにまた2年間訓練を受けて即応予備自衛官になりました。じゃあ今3段階の3ステップ目なんだ。そうですね、はい、トントントンと上がっています。へえ、じゃあその即応予備自衛官の中では割合こう長きにわたって関わってる方ですか？そうです、とは言ってもまだまだ10年弱なのでまだペーペーな方で、やっぱりほとんどの方がもともと現役の自衛官だった方が退任されて即応予備自衛官になるという方がほとんどなので、こう一般から入ってきてしかも女性でというのはすごく稀なことだと思うので、まだまだだなと思っています。あのバディを組んでらっしゃった方が女性でしたよね。そうです、彼女と私だけが あの所属する中隊の中で唯一一般から入ってきている即応予備自衛官です。あのほらお笑い芸人やす子さんでしたっけ、あのはいっていう方、はい、あのもともとあの方自衛官でらっしゃるから。そうですね、もともと自衛官で、はい、なので志願すればすぐに即応予備自衛官にもなれると思うんですが、ね、私たちの場合はもうすごいたくさん訓練を経て今の位置にいます。はあ、さっきさん立派、いや本当になんて立派なんだろう、ね、いや、はあ、いやなかなか本当にできないですよこういうことって。呼び出しがかかった時に、うんうん、すいませんちょっと私今マラソンの最中なんで無理ですかっていうこともあり得るでしょ。だってあの一応決まりがあって、災害の際は自分も被災している可能性があるので、あの行けますか行けませんかというお伺いがあるんですが、はい、でもあの本当に有事の際はもう問答無用で出頭しないと。いやでもマラソンランナーでしょ、それで宇宙とかやってるでしょ、そこを呼ぶ自衛官、まあ3つの顔をこなしている作さんどうですか、すごいですよね、まあ、スーパーウーマンと思うんですけど、ただね私もすっごいジンときたのがさっきの即応予備自衛官 の VTR の一番最後にもうみんなへの感謝がすごい書かれてて、ありがとうございますって、うん、もうね私こうちょっともう泣けますよね。うるってきましたね、やっぱねサキさん、でもサキさんだからこそできるし、でもそういうサキさんだからきっと周りも支えてくれるし、もうやっぱ、まあ、お人柄、うん、人間性っていうのが大きいんじゃないかなと思いますよね。そうですよね、うん、ありがとうございます。いやでもこれ宇宙タコの販路も拡大されたし、はい、あの どうなんですか、砂漠マラソンの方は、ね、中止になっちゃってその後どうなったんですか。はい、今年の9月22日から7日間開催が決まりましたので、今それに、はい、ありがとうございます。それに向けてトレーニングもしっかり頑張っています。いや9月か、あと半年じゃないですか。はい、ね、忙しい、ねえ、ね、またいろいろも背負ってまた走るんでしょ、ね、でもこの宇宙タコを砂漠で食べるのを楽しみに頑張ります。いや素晴らしいですね、素晴らしい、本当に素晴らしい、ね、ちょっと本当にちょっと今日はねジーンとしました。ちょっとあのお母さんの気持ちになってますねお姉さんぐらいにしてください、もといお姉さんの気持ちになってますね、はい、いやでも本当にね素敵なお話聞かせていただきましたけども、でもあのさきさんこれ9月に向けてまた、ね、前のトレーニングの時も結構追い込んでらしたから、あの、まあ、無理しないでくださいよ。そう、はい、無理はしないように、ね、頑張ります。健康大事ですからね、本当そうです、はい、もうそこだけは気をつけていただいて9月に向けてしっかりと準備をなさっていただきたいと思います、はい、またのリポート楽しみにしてます。はい、はい、またお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大分県住みますランナーの爆走咲さんでございましたけども、立派ですね。いやもう本当に立派、頭が下がります。うん、いや口で言うのは簡単だけど、はい、本当にやるというところは、
もう本当にできなくて、そこが天と地の差だと思うんですよ ね, そうですね。だから小倉さん、私たちにサキさんを応援する上で唯一できること、はい、もうこれはポチッと宇宙だこもうこれにつきますよ。宇宙だこポチッとポチるポチッとね、うん、見てらっしゃる方もポチっていただく、はい、でキュッと一杯飲みながら宇宙だこおいしいねって、サキさん頑張ってほしいな、もうなくなっちゃったからまたポチって言ってもうこのループを繰り返すことぜひぜひ応援、ね、して差し上げていただきたいと思います、はい。吉本すみます芸人の皆さん方の活躍ぶりは YouTube のすみます芸人チャンネル、こちらでもご覧いただけますんでね、応援も兼ねて、ポチッとチャンネル登録をしていただけてありがたいなと思ってます。よろしくお願いします。さて、次回の47フォーカスは愛知県の豊橋市で、農協で働いていた経験を生かしながら大洗と農業を掛け合わせた新たな取り組み、こちらにチャレンジしてらっしゃる方にフォーカスしてまいりたいと思います。スタジオコメンテーターは林久美子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。小倉純の47フォーカス、また次回です。